ガンダムジオラマフロント。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回からガンダムジオラマフロント、こちらをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、基本無料のパソコンシミュレーションゲームとなっているみたいです。自分もつい最近存在を知って、まあとりあえず、登録してみました。正式稼働は、まだやってないですね、今現在では。ベータ版だと思います。まあどういうゲームかっていうと、自分もあんまり見てないんでよくわかんないんですけれども、とりあえずなんかジオラマベース、基地を作って、なんかモビルスーツ作ってみたいな感じで、結構面白そうではあったので、とりあえずやっていこうと思います。じゃあとりあえず ID とパスワードを入れないといけないみたいなので、じゃあちょっと入れてからやっていこうと思います。はい。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって半世紀。早い超全然読めないんだけど。まあ、ジオラマベースをなんちゃらかんちゃらみたいな。全然読めないよ、早すぎるよ。ローディング中。まあ、これですね、これの繰り返しみたいですね。ジオラマベース、ユニット開発、モビルスーツ部隊の編成、戦闘開始と。オセアニア戦線。ふんふん。第一エリア。ガンダムジオラマフロントの世界へようこそ。セイラさんですね。まずは司令官のお名前を教えていただけるかしら。はあ、名前の登録か。プレイヤー名は、じゃあメガミックスでいきましょう。これ使われてるとな。ああ、オッケーオッケー、使用可能です。戦闘のサポートのためセイラマス、ただいま着任いたしました。よろしく司令官。よろしくお願いします。この世界では多くの司令官たちがエリア内で戦っているの。まずは戦闘の演習をしてみましょう。早速だな。あそこが、じゃなくてあそこの敵が見えて、あのジオラマベースを倒してみせてちょうだい。はあ。今回の戦闘であなたのために特別に機体を用意させていただいたわ。準備よろしい？よろしい。ここクリックかな。フロントコアレベル4、名もなき司令官。でもレベル4あるんだ。1711って何これ？戦闘力？この金みたいなの何？ 423 円もらえるってこと？とりあえずクリックしてみましょう。敵編成や、じゃなくて部隊編成や敵ジオラマベースの偵察ができます。わかんねえよ。これ？お、ユニコーン！ウィングガンダム！これはストライクガンダムですね。敵は何これ？違う、これエースパイロットだ。エースパイロットと、これがモビルスーツ。ジムカスタムっぽいな、これ。あと、釈光っぽいっすね、これ。回復、攻撃強化。このジオラマベースでは、コクツは消費されません。デッキ1。よくわかんないけど、とりあえずバトルスタートしましょう。エースの損傷に気をつけよう。エースは攻撃や防衛でダメージを受けると。早いって、だから。フロントコアがあって、フロントコアを破壊すると。敵のフロントコアを破壊することで勝利できます。さらにジオラマベースにダメージをより多く与えることで、獲得できる資源と資金にボーナスが付与されます。徹底的に破壊しろと。任せろ。ないないない、いきなり始まったんだけど。これゲルググじゃん、下にいるの。あ、エースね。じゃ、せっかくなんでユニコーン出しましょう。右ドラッグ、カメラ色、ホイール。何出せんのこれ。ほい。お、出てきた。待て。これ、他の人も出せんの？あべ、エース2人とか出せんじゃん。これ14人もいる。これ今日、護衛しよう。なんか、適当に出してるけど、これ大丈夫だな。お金かかるとか。あ、そうだ、コストはかかりませんって言ってるな。ちょっとこいつもじゃあつけよう。あれ、なんかやられちゃったもん、じゃあここに出したやつ。3人で囲め。うわ、速攻でやられてるよ。ちょっとこれ先制を把握できないんだけど。エースに、待って。これエース超減ってるんだけど大丈夫？ダメでしょ。チャックを飛んでるし。回復。どうやら倒せるんだ。そうだよ、回復しよう。イエーイ、回復したか。下がってくれないか。オーダリーか。おお、なんかよくわかんねえ。先制を把握するのが超難しいんだけど。戦利品1710ポイント。これお金かな。
2400、破壊率 100% かける 1.3、 スタックボーナスってなんだよ。合計獲得報酬2223-549、クリックで進む。なんかエース3人出した方が良かったかな。ほんほんほん。レベル1確認、経験値0。あ、まあ練習だからね。練習全然分かんなかったよ、やべえ。敵ジオラマベースに勝利すると資源と資金を獲得できるわ。一旦自分のジオラマベースに帰還しましょう。はい、帰還しましょうって戻るってこと？ビルドチャージャー、これ俺の基地ってこと？なんかしょっぺーな。ジオラマベースでのお世話をいたします、ラックスクラインと申します。これラックス？ここが司令官のジオラマベースですわ。ジオラマベースでは新しい機体を開発したり、ジオラマベースの発展に必要な資源と資金の生産を行いますの。あら、資源プラントがいっぱいなのでこのままでは資源が増やせませんわ。資源プラントをレベルアップさせて最大収容量を増やしましょう。どれ？これ資源プラント。ほんほん、レベルを上げてください。資源プラントのレベルを上げてください。1500円。レベルアップ5分。1500円、5分かかるんだけど。お、なんか出てきた。頑張ってくれ。金が一気に減ったんだけど。マックス3000か。でもあれ、レベルアップしたよ。資源プラントやゴールドプラントは、増設したりレベルアップを行うことで生産量と最大収容量を増やすことができます。なんか来たよ。敵が進行中。敵の正体が接近しているとの情報をキャッチしましたわ。このままではジオラマベースが破壊されてしまいます。防衛施設を設置いたしましょう。ヘビーバルカンを設置してください。了解。全然ダメじゃん。何にも作れねえ。ヘビーバルカン、フロントコアが破壊されると敗北となってしまいます。フロントコアを守るようにこのヘビーバルカンを設置してみてくださいませ。これミーアキャンベルじゃねえの。あ、これをドラッグ&ドロップでどっかに置けと。とりあえずなんかコアの近くに置くか。じゃあここ決定、ポコンと。4 3 2 1 0、なんか出てきた。ヘビーバルカンの建設が完了しました。敵が攻めてまいりますわ。防衛はオートプレイで行われますわよ。はあ、オートプレイ。何これ、大丈夫？これバルカン大丈夫か？これジムが出てきた。ジムって敵じゃねえかよ。めっちゃヘビーバルカン狙われてるけど、これ大丈夫か？これダメだろ。めっちゃタコ殴りにやってんだけど。お、強え、でも。防衛施設にしては。お、頑張れ、ヘビーバルカン。強え、ヘビーバルカン。ありえねえだろ。モビルスーツあんなタコ殴りにされて大丈夫なんて。とりあえず防衛はできた。おめでとうございます。見事な防衛でしたわ。まあ、見事なのはヘビーバルカンだけどね。では今度は敵ジオラマベースへ攻撃を行ってみましょう。敵へ攻撃を行うには、機体を開発しなくてはなりません。まあそりゃそうだな。機体何があんの今。3種類のモビルスーツラボがあり、モビルスーツラボの種類によって開発できる機体のシリーズが異なりますわ。おお、ほんとか。こっちが一番左が初代からユニコーンの、まあユニバーサルセンチュリーですね。あ、でも真ん中に F91 と V ガンダムもちょっと含まれてる。で一番右が、シード、シードデスティニーと00。もう結構種類はありますね。まずは最初に開発するモビルスーツラボを選んでください。選ばなかったモビルスーツラボもすぐに開発できるようになりますのでご安心ください。最初一つ選ぶのか。うん、自分ねガンダムの中ではね、結構 V ガンダムが好きなんですよね。V2 ガンダムがねやっぱかっこいいと思うんですけど、でもやっぱり最初はそうですね、まあプロダクト1のこのガンダム系でいきましょう。ほい、初期悪海。ちょっと待って待って待って、悪海。これだと何なの。あ、リーオーか。でこれは、あ、 AEU のヘリオンね。まあいっか、じゃあ悪海で。なんで初期が悪海なんだ、ちょっと理由がわからん。悪海にしました。機体の開発と編成が行えるようになりました。資金を集めて機体をたくさん開発してくださいね。なるほど。
戦ううちから機体が手に入ったようですね。では今度はこちらから攻めてみましょう。戦闘では効率的に資源や資金の獲得ができますわ。早速資源フロントを獲得しフロントコアのレベルを上げてみましょう。フロントコアのレベルを上げることで様々な施設の建設や機体を開発できますの。ほん。クエストを受注したので確認してくださいますか。クエストこれね、待って待って、これとか、あ、まだこれをやれと。フロントコアのレベルを2にせよ。ジオラマベースの要であるフロントコアのレベルが上げると他の施設の建設やレベルアップの許可を得ることができます。まずはフロントコアのレベルを2に上げましょう。資金は2500円、ビルドチャージャー1個。足んねえじゃん。ご苦労様司令官、お次は資源を得るために敵のジオラマベースを攻撃してみましょう。ご分をお祈りします。 OK、 チャレンジスタックって何で、どうすんの。お制圧戦、慣れるまで難しそうだなこれ。いまい、え、いっぱいある。敵ジオラマベースと戦いミッションをクリアしていくことで次のエリアに進めるわ。ミッションをクリアするとミッションポイントを獲得できるわ。ミッションポイント数に応じて報酬が決定するのできちんと確認しておくとよくてよ。イエス、セイラさん4回戦闘する。はんはんはん。ちょっとじゃあ一番近いところから。レベル1、レベル1、300900200240100あ0787。ちょっとじゃあ全問の砲台からやっていきますか。とりあえず エリア制圧まで3ポイントって何。エースクイックオーダーなんかいるの。エースを編成するにはモビルスーツラボでエースの開発を行う必要があります。あ、マジですか。エースいないのうちうちアッカイしかいなくね。マジなんかこれ大丈夫。アッカイ15機いるけど数で攻めろってこと。このジオラマベースではコストは消費されません。あ、それはいいな。ちょっとコストもよくわかんないけど。バトルスタート。とりあえず悪界を大量に出せばいいってことね。うん、なんかしょぼいベースですね、さっきと違って。よし、じゃとりあえずここら辺にちょいユニットを選択してください。あ、すいません。悪界、優先攻撃対象無差別。ちょっとここら辺に5体ずつ行け。でここに5人行け。あ、これこっから壁越えらんないんだめっちゃタコ殴りだな。もうちょっと一体出しとこう。すげえ、赤いタコ殴りで金がなんかめっちゃ出てる気がするんだけど。 OK、 いけ赤い全員出そう。はい、赤い15体。もうわけわからん。赤いのタコ殴り、イエーイ。リトライしますか。まあいいよ、ちょっと戦闘結果へ。お金もマックスだしな。ウィーン。え、ってかす、やばい、お金3000でマックスなのになんかやっちゃったよ。もったいなかったかな。お、悪界のレベルが上がった。ヒットポイント2、攻撃プラス1。OKOKOK。いいね。エースが欲しいな、エースが。お金使いたいな。今、お金マックスっすからね。ちょっと待ってね、戻る。モビルスーツ生産ラボみたいなところをちょっとやってみましょう。これ開発。お、これザク1分、コスト300円、出撃機体数14。とりあえず作りましょう。ザク2を開発しますか。お、ただでできる。なんだよ、やっとけよかった。これ1分待つの。これもう一回できるのかな。時間短縮って何。あー、あったね。開発あと47秒。他の機体を開発中です。じゃあちょっと開発してる間に1分なんでねちょっと他のも見てみましょう。これ何。あ、まだね、プロダクトはダメね。ヘビーバルカンレベル1。これ何？ビルドセンター。なんだビルドセンター。ヘビーバルカン。
これは資源プラント結構かかるな。これお金と左のもなんかお金で使う感じだな。右のお金と左のお金が全然わかんない。これは何？ゴールドプラント。ゴールドプラントって何なの？情報。あ、これを増やせば貯蔵資金が増えるってことね。OKOKOK。これ結構重要だな。そんなに金持ちになれるかって言われたらあれだけど。これ何？これ資源プラント。あ、これが資源ね。変な四角いマークみたいなのが。なるほど、なるほど。マックス1万か。で、これはビルドセンター。ビルドセンターを増やすと、施設の建設やレベルアップを並行して行うことができます。あ、なるほどね。こいつが作ってくれんのね。お、回収。モビルスーツできました。ユニットの開発が完了しました。ザク2。なるほど。コスト300円。あ、そうか。金はこれで使っていくのか。なんかその、さっきも言ったような気がするけど。OKOK、確認。ちょっともう一個やりましょう。レベルアップ超金かかんな。2500円。さっきタダって言ってたからね、コスト。シャア専用ザク。これシャアもついてくるってこと？シャアアズナブルがついてるよ。シャア専用ザク2を開発しますか？はい。2500円。これも1分か。じゃあすいません、ちょっと1分待ちましょう。これでズームアウトしたりできるね。今、マウスの操作をちょっとやってます。ふんふんふん。舞台編成。舞台編成って何？ミディアがいる。ここに、え、もしかして2体しか入らない。ザクツ入れときましょう。これエースでしょ。エース今シャアをちょっと作ってるはず。シャアエースだよね。ああ、これなん、ミディア戦艦の開発方法。新たに戦艦を編成するには造船所で戦艦の開発を行う必要があります。フロントコアレベル3以上で開発可能です。え、これ持ってないの？今持ってないってこと？あ、これ第1部隊第2部隊ってことね。はあはあはあ。あと建設ビルド。お、シャア開発完了。 OK。 坊やだからさ、坊やだからさ。強化赤い彗星、60秒間自分の移動速度が 50% アップする。ふんふんふん。なるほど。ちょっと期待しましょう、シャアに。戦闘に出撃できる非常に強力なモビルスーツです。ゲージが止まった状態でエースをクリックすると G バーストを発動することが可能です。ほうほうほう。必殺技みたいなやつ。エーススタンドを修復してエース配備を行うことでエースにジオラマベースを防衛させることが可能です。お、マジでそんなお金ある俺。エーススタンドって何？どうやってつくの？建設。あ、ここら辺になんかいろいろあるね。左の方にクエスト支給品とか。支給品はありません。はい。建設。あー、ビルドセンターね。防衛施設は、うん、フロントコアがレベル2にならないととにかく何にもできないな。フロントコアを上げないとちょっと何もできないですね。じゃあちょっとシャアができたんで、ちょっと待って、舞台編成でここにシャアを入れましょう。おお、いる。OK。私がマスクをしているわけがわかるか。私は過去を捨てたのだよ。なんかジオンから始まってますね。ちなみにガンダム系がいない。ガンダム系じゃなくて連邦系がいないですね。おお、行くぜ。ちょっとここのロードは長めかな。はい、制圧戦ですね。まあちょっとベータ版なんで、まだ不具合が多くて、なんか一回切れちゃいましたね。タイムアウトしちゃいました。とりあえず、次へ進んでいきましょう。これ、いきますか、じゃあ。渦巻く壁、みたいな。この上から侵入するか、下から侵入するか、みたいな感じですね。とりあえず、シャア出しましょう。OK。あれ？どういうこと？シャア。編成されてるってこと、これ。バトルスタート。お金かかんないみたいなんでね。勝利の栄光
皆にちょっとだけ変わってる。じゃあちょっとまずシャアを下から出して、赤を護衛につけて、貴様たちの実力とやら5体くらいで、ザクも1、2、3、4、5体くらいで、上からアッカイを大量に直行にしましょう。いけ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 、アッカイ。あ、もういなくなった。で、あと、ザクも行きましょう。これで全員出したぞ。あ、ここしまった。どんな相手だろうと戦いをあるぞ。先にあれが破壊されそうだな。おお、80% になっちゃったよ。よし、ちょっとリトライしましょう。これ大丈夫だよね。え、今のって手に入れたの？経験値とかもう一回手に入れられるの？あ、お金ちょっと増えてるね。うまくやらないと先にコアを破壊しちゃうからな。じゃあここから攻めよう。ほい、見せてもらおうか。ほい、貴様たちの実力とやらを。ほい、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 ほい。じゃあここも1、2、3、4、5、5人くらいで、厄介もで、あとここにいけ、厄介。どうだ、これで 100% なんじゃね。よしよし、どんな相手だろうと戦いをありさ。シャアどこ行ったの？いたいたいた、真ん中の方にいる。よーし、フロントコア 100%。 ほい、戦いとは2手3手先を考えて行うものだ。もう何も考えてないけどね。クリックしまくってるだけっていう。イエーイ、レベルアップ。 OK。 じゃあ次っすね。とりあえずまだ全然お金はかかんないから大丈夫そうかな。バトルスタート。勝利の栄光を皆に。とりあえずシャアをここに置いて、あ、ユニット選んでくださいと。ほい、いけ、見せてもらおうか。赤い、貴様たちの実力とやら。赤い5体、あとこっちも。お、これでいけんじゃねえの。タコ殴りだー。まあ最初はもうこんなもんか。とりあえず出しまくってタコ殴りと。これ大丈夫っしょ。私が出るまでもなかったかもしれんな。うん、それは言えてるね。 OK、 レベルアップ。じゃああと1個これも攻めちゃいましょう。お、あれ、フロントコアのレベル上げてください。ああ、わかりました。レベルアップ、レベルアップ。フロントコアのレベルが上がったことで新たな施設の建設ができるようになりました。新規クエストが追加されました。クエストをクリアしながらジオラマベースを成長させていきましょう。はいはいはい、エースを開発せよ。もうエース開発したし、プロダクト1を修復せよ。これもやった。オセアニア戦線を攻略せよ。なるほど。報告クエストクリア。お、これもいけんじゃん。クエストクリア、クエストクリア。なるほど、こんな感じか。というところで、じゃあコアがレベル2に上がったところで、まあ、第1回目ですね。ちょっとわたわたしつつやりましたけれども、まあなんかやってみた感じ結構面白いですね。なんで、まあ、続けていこうと思います。まあ、欠点はちょっとベータ版なんで、時々タイムアウトしちゃうことっすね。タイムアウトすると入るのにちょっとめんどくさいっていう、感じがありますけれども、まあ、ガンダムフロントコア第1回目はこれで終了したいと思います。